J02R チャンネル。一家坊主と挫折の部屋へようこそ。本日の物はこれだー。まあ、何が悲しいってここまで動画を上げていてまともなカメラを持っていません。グロムの車載は以前紹介した WGM1 があるとして、問題はそれ以外の撮影です。お金がないのでスマホを使ってたんですが、限界を感じてきました。てなことで新しい物を買うことにしました。一応買う前に、いろんなメーカーに、あんなことや、こんなことをやらないで、真面目にレビューするので商品を提供してちょんまげって、頼んでみたんですが、あっさり断られました。てなことで、購入した物はこれだー。ソニー、DSC-WX500 です。選んだ理由は、ゴジックブレ補正と可動式液晶モニターです。購入価格は3万5000円でした。の、割には高級感ゼロです。細かい説明は面倒いので撮影した映像をどうぞ。